郡山市に適用されていたまん延防止等重点措置は、先月二十四日に解除されましたが、今後も基本的な感染防止対策の徹底が必要です。新型コロナの感染再拡大を防ぐ基本的な感染防止対策の一つが、正しいマスクの着用です。マスクを着用することの主な目的は、 会話や咳による飛沫の飛散や吸い込みを防ぐことです。誤ったつけ方として、口を覆っていても鼻が出ていたり、顎にかけたいわゆる顎マスクの状態などが挙げられます。マスクは正しく着用しないと十分な効果が得られないため、鼻から顎まで隙間がないようにしっかりと覆い、使い回さないようにしましょう。小山市ではこのほか。 十分な換気や手洗いなど、引き続き基本的な感染防止対策の徹底を呼びかけています。郡山市では、SDGs に取り組む団体などを表彰する郡山 SDGs アワードへの応募を受け付けています。今回が3回目の郡山 SDGs アワードは、郡山広域県で SDGs 達成に向けて、優れた取り組みを行う企業や団体、学校などを表彰するものです。SDGs を自分ごととして捉えていただいて、2030年の SDGs の目標、そして地域の持続可能な地域ですね、を作っていけるような、そういった表彰制度にしたいと考えております。先月には、 市内のショッピングモールでこれまでに受賞した14の団体を紹介するパネル展が初めて開かれました第3回郡山 SDGs アワードへの応募は来月30日まで受け付けています詳しくは制作開発課または市のウェブサイトをご覧ください様々なイベントが中止になる中 希望が丘地区の子どもたちがみこしを担いでお祭り気分を味わいました地元の小学生によるみこしの練り歩きは毎年開かれている希望が丘児童センター祭りを PR するため30年前から行われていますしかし新型コロナの影響でイベントが2年連続で中止になったため お祭り気分だけでも味わおうと、二十一人の小学生が交代で手作りの見こしを担いで希望が丘地区の商店街を練り歩きました。めちゃくちゃ初めてでも楽しくてもう夢中になっちゃいました。初めて持ったから肩も疲れ疲れるし、あれもすごく重かった。このあと。 希望が丘児童センターで小さな縁日が開かれ子どもたちがヨーヨースクイやお菓子のくじ引きなどを楽しみました。